すいません、猫を見ませんでしたか？何があった？引っかかれて、あっちに行きなさいって怒っちゃった。本気じゃなかったのに。名前はアッシズで、世界で一番の猫なの。ボルトから出て行ったと思う。ここに着いた時、横を走っていくのを見たよ。ボルトを出てった？お願い、連れ戻して。他に外まで行ってくれそうな人がいないの。どこに行ったと思う？遠くには行ってないと思う。怖がりだから。近くに隠れられる場所があったら、きっとそこにいるはず。探してみよう。ありがとう。名前はアッシズ。とっても可愛い小さなグレーの猫よ。早く帰ってきてほしいな。ビップボーイの調子が悪くなったことない？愛情深い夫であり、最後にレンタあなたはどこに行ったの？ガミガミ言うなよ、アレクシス。気をつけてね。メンテナンスについては悪かったな。コンバットゾーンの住処よりは綺麗な気がする。私なら開けられる。やった。一応言っておくけど、アッシーズ、家に帰れ。エリンが寂しがってるぞ。おとなしくしてろよ。
連邦の旅人なんだろう。ドクター・フォーサイスとレイチェルはメディカルサプライを十分に備えている。ボルト81での仕事は終わることがない。連邦でピップボーイをつけるとは勇気があるのね。未だに盗もうとする奴がいないなんて信じられないわ。アッシズ、見つけてくれたの？ありがとう。すごく心配してたの。どういたしまして。無事でよかった。アッシズ、悪い子、心配してたんだから。きっとママにお風呂に入れるように言われるわ。わかってる。お風呂は嫌だね。でも戻ってきてくれてよかった。本当にここに着いたばかりなのね。連邦の外でたくさんの冒険をしてきたんでしょうね。外では目が覚めている間が冒険なんだ。ああ知ってたわ。子供たち、その話を聞きたがるでしょうね。私のクラスで話してみませんか？喜んで話すよ。素晴らしい。授業中いつでも立ち寄ってくださいね。授業を止めてあなたの方にクラスの注目を向けるわ。やあケイティ。生徒たちに話をしてくれますか？避けた方がいい話題は何かある？暴力的な話はちょっと。あと質問もたくさんされると思います。喜んで。すごい、子供たちも喜びます。みんな、はい、みんな聞いて。今日はゲストがいます。連邦の話をしてくれるそうです。デスクローと戦ったことは？なんでデスクローのことを知ってるんだ？いろいろ知ってるんだ。おばあちゃんが連邦の人に聞いたんだって。デスクローはすごく危ない。強かったよ。どうやって勝ったの？友達のプレストンを取り囲んでたレイダーにかなり撃たれた。でも助けてくれたんだよね。みんなすごく怯えてた。レイダーがもっと現れたから、パワーアーマーを使ったらどうだってプレストンが言ってた。すごい、パワーアーマー探しに行きたいな。デスクローが現れた時、レイダーの一人が持ってたピストルを奪ったんだけど、弾が3発しか入ってなかったんだ。私なら逃げちゃうかも。両目に一発ずつと額に一発だけでそのデスクローはやっつけた。すごい、撃つのが上手なんだね。お話をどうもありがとうございました。みんなありがとうわ。ありがとう。お礼にプレゼントがあります。どうぞ。